手放しの法則、執着を手放すと最高の次がやってくる。全員が同じ病気になるのも皆同じことを考えて引き寄せたの？きちんと節目ごとの意図確認をすればいい方向に行くのかな？そういうことはあまり意味がないことなんじゃないかと。引き寄せのみならず全ては連鎖でできています。初心者はぶっちゃけヒックス夫妻の引き寄せの法則とザ・シークレットのどっちを読んだ方がいい？どんだけ初心者かによる。本当の初心者はマーフィーを一冊読んでからザ・シークレットを読んだらいいと思う。ここだけの話だけどな、ニコニコに動画があるかも。シークレットに関してはそれ見ておけば十分だぜ。本はそれがそのまま文字になってるだけで、映像の方が全然わかりやすい。小学生の頃なんかはよう宿題を忘れてみたり、逆上がりができなかったり、給食で嫌いなものを食わねばならなかったりしただけで人生終わったぐらいに思ってたわけだぜ。幼稚園の頃なんかはデパートで迷子になっただけでも、俺もうたひぬんだと思ったんだぜ。結局自分がどれぐらいの視野の広さ、視点の高さを持っているか、それが世界なのだぜ。だから世界を変えるには自分を変えるしかないんだぜ。なんつうと、そんなことで飢えている人や戦火の中の人を救えるのかとか思うやつもいると思うわけだが、それは言い換えれば世界は変えられないし変わらないよと言っているだけなんだぜ。さらに言えば、そんな彼らには自分たちの世界を変える力もないというようなひどいことを信じているのと同じことなんだぜ。彼らにもまた自分たちの世界があって、それを変えていこうとしているんだぜ。それに本当に協力ができるのは、彼らには変えられないから私が変えてやろうという態度ではなく、彼らには変える力があると信じている人だけだと思うんだぜ。サンクス。ヒックス夫妻の引き寄せの法則とザ・シークレットの本譲り受けて、何なんだこれって数日読んでたんだ。その時に DVD も譲り受けてさ、見てみることにするよ。引き寄せで恋を成功させた人はいるのかな？大切で一番肝心なのはこういうことだよ。引き寄せすれには年がら年中特定の人、この人じゃなきゃ多品でもやだ。いや、この人とよりを戻せなければ生きている意味もないし、自分の存在価値も未来も終わったとかで復縁したいと書き込みが多いが、そんな執着の権化のような願いはまず叶わないと思っていいよ。あの人を私のものにしたいじゃダメ、逆に手放さなきゃいけないんだよ。いいかい、何かを手放すと一番執着しているもの、必ず次にはもっといいものがやってくるんだよ。これを手放しの法則って言うんだ。いいか、何かにしがみつくということは、逆に自分に何も受け取らせないようにしているということだ。手放せばその関係を新しいレベルで受け取るか、そうでなければお前らにとってより真実な関係を受け取るんだ。どっちに転がっても、少なくとも今よりははるかに幸せな現象が起きるよ。いいか、一回しかアドバイスしないぞ。宇宙ってのは真空を嫌うから、空っぽの空間があれば即座に埋めようとして何か新しいものを勝手によこしてくれるんだ。だから握りしめてんじゃなくて、両手を空にしてそのまま座っている勇気を持ったらいい。何かをコントロールしようとするのはもってのほかだ。何かわかるようなわからないような、でも心に引っかかったよ今ね。今までの人生振り返って、実現したくて執着し続けた願望って大して重要じゃなかったことを思い出した。すごい幸せなことたくさんあったのに、すっごい見落としてた。だから今もきっと執着して、願望よりも単純に大きな幸せなことあるはずなのに、それが見えない。昨日からめまいがする。もうどうしたらいいかわからない。いい執着と悪い執着があると思う。復縁した方はいい執着ゆえに分かれてる期間を一過程として捉えており、今の〇〇が好きだから告白したと言われた方もおられます。一方、過去の恋人、
過去の関係に執着する人は時間が戻ることを望んでる。今の元恋人との復縁は可能だけど、昔の元恋人との復縁は不可能な気が。執着を捨てるということは過去を捨てること、執着を持つということは未来を持つこと、と勝手に思ってます。私も引き寄せで望むことを引き寄せる日が近いことを確信したプチエピソード。最近やたらベッキーが気になっていて無意識に考えていた。今朝地方でテレビをつけたらベッキーが出てた。その後飛行機で帰郷、空港でベッキー見かける。ちょっとびっくりした。自分に達成したい目標があって、目標が達成している自分を思考するようにして、すごいワクワクして毎日を過ごしてました。でもその努力は本当に辛いもので、ぶっちゃけた話、努力している最中はいい感情なんてほとんど持てません。本当に辛さを感じる。努力中は辛さを感じ、休憩中は気持ちよく思考、もちろん感謝もいっぱいした。努力中にいい感情を持てない自分は、やっぱり目標なんて達成できないやと思いました。そしてこう考えてました。辛さは負のエネルギーだ、邪魔だ。ですがある日考えもしなかったことが頭に浮かんできました。辛さは目標達成した自分という思考が引き寄せた。努力についてくる辛さは確かに体力にも影響してくるし、しんどい部分もあるけど、邪魔と考えるのはやめるようになりました。必要と考えるようになりました。現在の自分と思考の中の自分を同調させるには何かしらのエネルギーがいる。そして私の場合、その辛さがエネルギーの一部分であり、思考実現に必要なんだろうと思います。とりわけ私の場合はその現在の自分と思考の中の自分のギャップの差があまりにも大きすぎたから、とんでもない辛さとして心に感じているのかなと思います。感じ方もギャップの大きさで多種多様に変わるんじゃないですかね。欲しいものがある。隣町まで行くのはめんどくさいけど買いに行こう。この場合での所持している自分と所持していない自分のギャップから来るのはめんどくささですよね。自分のなりたいようになるには、1、目標達成した自分の姿を明確にイメージ、2、しんどくても本気で取り組む。これらさえできれば人間って何でもできそうな気がします。夢が実現している自分を思考すればするほど、師匠にどんどん指摘される、それ違うからこうしなさいとか言われるのって引き寄せなんだなと思います。宇宙は思考実現のためにどんどん動いてくれてるんだと感じます。感謝してます。ありがとう。まとめ、すべてにおいて前向きに捉える、考える、これでいいことが起こる、ただそれだけ。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。